クリスさんが言うビジネスのふりかけをかけるというのは具体的にどうすることなのかを教えていただけますか？Right, welcome back to Chris's room. 今日はね、Q&A with Chris. ありがとうございます。質問いただきました。クリスさん、いつもモチベーションを上げてくれる動画をアップしてくださってありがとうございます。Oh! こちらこそ見てくれてありがとうございます。Yes! 僕は、会社、僕は今、社会人1年目なのですが、サラリーマンで一生終わることに物足りなさを感じています。それはいいことだよ。で、僕の勤めている会社は比較的に大きく安定しており、周りからはそんな大きな会社に勤められて羨ましいと言われることもあります。しかし心の中でもっと自分の好きな仕事で自分の好きなライフスタイルで生きたいという気持ちが日に日に強くなっていきます。 Yes! 僕はプロまで行きませんがセミプロレベルの特技を持っており、大学時代はその特技でお金をもらってたこともあります。いいね。ただ僕はビジネスの知識がないので、どうしたらそれで生計を立てられるのかが分かりません。クリスさんが言うビジネスのふりかけをかけるというのは具体的にどうすることなのかを教えていただけますか？ Alright, thank you so much for your question. あのね、やりたいことで生きていくっていうのはすごい素晴らしいことで賢いことなんだよね。だって自分が好きなことでワクワクしててやっててめっちゃ楽しいわけやろ。最高じゃん。で、それでやっていくにはお金が必要。じゃあお金がどうやって生まれていくのかっていうのをちょっと勉強していきましょう。 Alright, 今日はね、お金のふりかけを説明するためにゲストを呼びました。And let's welcome Jordan! Ta-da! All right, Jordan, take it, man. Alrighty. So, my name... right. じゃあ、そのビジネスのふりかけについてちょっと説明させていただきたいと思っております。で、ビジネスのふりかけってどういうことかというと、ジョッシュ・コフマンさんが説明したように、The Personal MBA っていう本に入ってるんですけれども、ビジネスのふりかけには、5つの部分があります。で、1つ目は、その商品、プロダクトかサービスですね。その実際に、その商品かサービスを作らないと、もう売れないでしょう。それが、ビジネスふりかけの始まりです。で、2番目が、マーケティングですね。で、その商品を実際に作ってみて、どうやって、そのお客様に、見せるっていうことなんですけれども、宣伝、またはマーケティングが入っております。で、3番目がセールスですね。実際にそのお客様にサービスもしくは商品を売ることですね。で、4つ目がデリバリーですね。どうやってその商品を、お客様にあげるということなんですけれども、実際に届けないともう意味ないでしょう。で、それが4番目です。で、最後が5番目なんですけれども、その商品と直接に関係ないんですけれども、その裏ですね、その、会計、その会社の会計と会社の管理も回せないと、もうその4つのそのプロダクトとサービス、マーケティング、セールスとデリバリーがよくできたとしても、もうダメになっちゃいます。で、それがビジネスのふりかけです。Thank you, Jordy. That was. Whoa!All right. Thank you, Jordan 先生。All right. その今ジョーダンが言った5つのことだよね。ね。商品を作んないといけないよね。サービスがないと買えないじゃん。で、今度商品作ったらそれを宣伝しないといけないでしょ。例えば俺がこの iPhone 作って誰にも言わなかったら誰も知らないからもう売る機会もないじゃん。ね。で、今度そのマーケティングやったら実際にセールス売らないといけないよね。だからこの iPhone を作りました。みんなに iPhone ここにあるよって言って iPhone が興味ある人がいっぱい来ました。で、実際に販売しないといけない。ね。お金をもらわないといけない。で、今度はその最後じゃねえや。その iPhone を届けないといけないよね。お金だけもらってたらダメだよね。届けるっていうところ。だからそれはシッピングとか Amazon で使って送るとか、まあ、いろいろね。Alright。で、最後が、Administration と会計だよね。この全部をやって売り上げがなかったら、ね、赤字になったらチャリティーになっちゃうんだよ。それは寄付なんだよ。だから黒字にしないといけないっていうところなんですよ。で、その5つのことが全てのビジネスに必ずあることなんだよね。で、もう一つね、人間は、まあ税金以外だったら、お金を使えるところが2つしかないんだよ。
で、一つは幸せになるためにお金を使う。で、もう一つは自分の痛いこと、悩みをなくすためにお金を使うっていうことなんですよ。Alright? だから自分が好きなことで誰かが幸せになったら、もう間違いなくこの5つのビジネスの振りかけをしてシステムを作ったら売れるんだよ。うん。で、もう一つ売れるのは人の悩みがなくなるよっていうとすごい売れるのね。で、ちょっとこれはあのマーケティングのアドバンスのコースで言ってるんだけど、ね、幸せになれるものか痛みがなくなるものをどっちの方が売りやすいかっていうと、痛みがなくなる方が売りやすいのね。で、どういうことっていうと、例えば僕が恋愛のプロダクトを持ってるとしようよ。ね、恋愛系のプロダクト。男性向けね。で、僕の、じゃあターゲットが2種類あるとしよう。一つ目のターゲットが、まあサラリーマンで彼女がいたら嬉しいなって、でも仕事が忙しい。ね、実際にデートする機会も、まあちょっとはあるんだけど、まあ彼女がいたら嬉しいなって思ってる人。で、もう一人のターゲットは、もう超恋落ちてた彼女に振られて、今どん底にいる男の人。でも本当に悩みを持って、もう夜眠れないで、毎日 LINE で元カノに連絡してるっていう人。ね。ね。どっちの方が売りやすいと思う？彼女作りましょうっていうプロダクトか、20万円のプロダクトであなたの元カノが彼女に必ず戻ってきます。どっちの方が売りやすいと思う？間違いなく元カノがを取り戻したいっていう方が売りやすいと思うんだよね。うん。Alright. So, does that answer your question? Okay?So what you need to do? 今やることはその自分の持っているスキルだよね。それが本当に好きなの。ね。で、そのスキルでそもそもその仕事はあるの。ね。で、サラリーマン一生やってて物足りないと思ったら、多分サラリーマン一生やってて終わったら物足りなかったなって思うと思うよ。だから失敗してもいいっていう覚悟を持って前に進んで、他の人たちはやらないよ。うん。でもやってる人たちもいるんだよ。そういうやったらそういう人たちと仲間になれるし、やりたかったら仲間になっていいんだけど、そういう生き方でまだ普通の人がやってないことを先にやっちゃって、でそれで生活していくか、うん、それかサラリーマン一生やっちゃうっていうことなんだけど、俺が思うのはね、多分100年とか200年になったら経ったら、もっとこの考え方、やりたいことでやっていこう、生きていこうっていう考え方がノーマルになってくると思うんだよ。うん。今ただそのお金のふりかけ、どうやってお金が実際に生まれてくるのかっていうのを知ってる人が少ないから、だから会社に入ったらお金がもらえる、うん、だから実際にそういう、まあ、勉強できるところもあんまりないし、実際に試してないだけだと思うんだよね。で、実際にやってみたら、まあ、もちろん辛い時はあるけどできると思うよ、うん、だからやってみようぜ。で、この OKOK、じゃあ具体的にもっと明確にして、ギュッて絞って、お金のことをもっと勉強して、ね、資格っていうレベルまでいくのかな、これ本当にマスターしたいっていうんだったら、今僕が作ってるビジョンプログラムをぜひ試してみてください。で、そうするともっと具体的なことも話してるし、で本当にね、急に会社を辞めて独立しろっていうことは言ってないんだよ。うん、僕が言ってるのは、会社を辞めるんじゃなくて、自分に本当に合う仕事をまず見つけようよ。で、それで実際に仕事、その仕事はあるのか、じゃあ最初はそのある仕事の会社にスイッチしてもいいんじゃないとか、ゆっくりステップいって、でちょっと、まあ、遠回りになっちゃうんだけど、本当に2年から5年間の間のスパンをかけて、5年経ったら本当に自分が大好きでワクワクしていることを毎日やって、でお金の勉強もしてるから、お金の収入を上げる方法も身についてるっていうところ。 Alright, so 何か質問があったらね、ぜひ公式クリスアットクリスアットに送って、 LINE で送っていただければ幸いです。Alright, thank you so much for checking out the video, and I hope you have a great weekend, and I'll see you next Friday. Woo! Yeah!